クレーマーって僕思うのは絶対受け止めた方がいいと思うんですよ、うん、あのクレーマーって俺死語だと思ってて、クレームってお客様の期待値に美容師さんが追いつかなかったんですよ、うん、それをなんかクレーマーだって言ってるのって俺すげえ寒いなと思って、それだったら練習しろって話じゃないですか。例えば超一流の料理を作ってる人って自分の身だしなみも超1ミリ細かく切ってほしいかってすると思うんですけど、それをクレーマーって言っちゃダメじゃないですか。それを一流の仕事で返すのが一流の美容師だと思ってて、次はですね、ビュートピアさんからピックアップしました。はい、毎日たくさんのお客様が訪れるサロンは多くの出会いと別れがある場所ですね、感謝を表現してくれた方から面白いエピソードまで、理容師さんの忘れられないお客様を聞いてみましたという記事になっております。はい、まあ、いろんな方のね、いろんなエピソードが多分あるのかなと思うんですが、せっかくなんでね、ちょっとお三方にもそれぞれの忘れられないお客様について、はい、ちょっと聞かせてもらってもいいですか。皆さんいっぱいエピソードありそうですけどね。そうっすね、はい、でも全員忘れられないお客様なんですけど、かっこすぎだろ。それさっき僕言いましたけど言ってない言ってない回ってない時に言いましたちょっと好感度回復しとくないと。じゃあ、はい、なんか、まあ、いろんなパターンがあると思うんですよ、うんうん、例えば、まあ、こう僕の場合だと、まあ、カラーとかで、うんうん、あの、まあ、コロナ明けにやっと、うん、広島から来てくれたお客様が、うん、難易度ちょっと高かったんですけど、パーマかけてたりとか、うん、でうまくっていうか思い通りのカラーになった時に、うん、まあ、泣いてくださったとか、うん、そういうの結構あって、うん、もう毎回なんか自分もいい仕事してるなって、美容師最高とか思ってるんですけど、うん、ちょっと別角度ですごい、まあ、昔の話なんですけど、うん、忘れられないっていうかずっと記憶に残ってるのは、ちょっとご年配のお客様で、うん、白髪染めしてでショートに切る、あのサイドグラのショートに切るって、うん、まあ、よくあると思うんですけど、うん、もう白髪止め しっかりも綺麗に塗って、うん、で流しもね、うん、あのその時若い時だったら自分で流して綺麗にやって、うん、で最後にこうショートキュッてワックスでシュッてやって、うん、耳こういう風にかけて、うん、もう完璧、シルエットも完璧、うん、カラーも完璧って思って、で最後の仕上げにこうミラー見せるじゃないですか、うん、で鏡をこうやって、もう僕もちょっと自信満々で完璧なんで、うん、いいっすよねみたいな、うん、みたいな、うん、お客様があれ、おここに何かついてませんみたいな、やばっ、と思って、体についてるかなと思って、うん、切り残しと思ってこうやって見てずっとこう見るんですよ、うん、なんかここになんかこずっとなんか気になる、なんかこれって何ですかって言うんですけど、うん、耳かけた時の耳なんですよ。どういうこと、どういうことあのちょっと僕のアップにしてもいいです、うん、あの鏡でやった時に、うん、これって何ですかって言って、あの、うん、耳なんですよ。あ、自分の耳、はい、で僕もずっといろいろ考えたんですけど、今耳なんで、あの耳ですって、まあ、そういうしかないよね。でお客さんもあみたいな感じで、うん、あこれってみたいな、耳ですって言って、うん、あわかりましたって言って、うん、っていう、なんかずっと、なんですかこれ、どんなエピソードトークですか、わかります、の回帰体験ですか。これでも見てる美容さんもめっちゃドキドキしてません、うん、何ですかこれって言った時にちょっと体とかついてるのか俺めっちゃ見たんですけど、うん、耳でしかないと思って、うん、でずっともう耳っていうのもちょっと不安だけど、うん、耳だったんで、うん、こう耳ですって言って、うん、でまたそのお客さんがリターンするからすごい怖かったんですけど、うん、リターンしてしてくれたんだね。でも次もまた耳くってかけて、そしたら次は言わなかったですけど、ちょっと言ってほしいです。言わなかったですね。もう一回耳ですをしたかったんですけどっていうのはありましたね。滑らないですね、宮さん負ける負ける、滑らないですね。それはちょっと勝てません。ずるいですよ、そんな後に何も喋れない。ちょっとびっくりしますね。結構焦りません？いや、びっくりするよね。ゾッとしますよね、ちょっと血の気が引くというか。そっち方面のエピソードですか？ないです、ないです。なかなかそれ超えるエピソードないよね。勇気を知る一番言いました耳ですって。でもなんかやっぱ宮地やっぱハッピーだから、結構みんなハッピー系バイブスのお客さん多そうっすね、うん、でも耳ハッピー関係なくないですか。結構あれなんですか、こう喋るんですか、割とお客さん接客のスタンスは。結構あもうこのままっす、僕裏まで、ね、ないっていうのが僕 の、 あの生きていく上での、だから家にいる時とか、もうなんつうの、店にいる時とお客さんといる時ずっと一緒です。あ、そうなんだ。もうずっとこのまま、もう何もないっす、裏表なく、あの接客中もこの感じで、お腹痛くなったら、あのちょっとピーしてくるから、あのお手洗い行ってきますとか、我慢しないっす。いいですね、それをいうスタンスで。だからスタッフさんにも、スタッフさんにもお客様にも、なんかその
なんかトイレとか行きたくなったらすぐ言ってねとか、うん、もうなんなら普通にウーバーとか頼んじゃってよくないって思っちゃってます。あすごいね。えでも中にはさやっぱ結構さ、うん、シビアなお客さんもいらっしゃるじゃないですか。はい、クレームとかっすよね。そう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 、そのテンションで言ったらさ、なんなんみたいになったことないの？めっちゃへこみますから、はい、たまにこうそういう方いらっしゃってとりあえずサングラス取りますそうだよね、そうだよね、まず、まず、なんでサングラスしてんのみたいな。そんなに面白かったでしたっけまあ、そんなにクレームでもないけど、クレームってよりもファーストのカウンセリングでお前ちゃんとできるんだろう、なんか何のために有名なのじゃないけど、ちょっと高圧的な、結構ちょっと何ができるの、試してくる感かいみたいな感じで来る時とかは、うん、もうなるべく結構もう下から、あ、そうなんだ、頑張りますかっつって、もうリアクション薄くてもってでも大体うまくいくんで、うん、そうするとまあ喜ぶじゃないですか、うん、なるほどね。若い時はやっぱクレームあったけど、うん、でもクレームって僕思うのは、あのなんて言うんだろうな、絶対受け止めた方がいいと思うんですよ、うん、あのクレーマーって俺死語だと思ってて、うん、クレームってお客様の期待値に美容師さん、美容師じゃなくてもだけど美容師だとしたら美容師さんが追いつかなかったんですよ、うん、それをなんかクレーマーだって言ってるのって俺すげえ寒いなと思ってて、うん、それだったら練習しろって話じゃないですか、うん、例えばこだわりが強い人ほどあの喜んでくれると一生来てくれるんじゃないけど、うん、すごい信用してくれるじゃないですか、うん、あとなんかその業界人とか、うん、なんかすごい例えば、まあ、超一流の料理を作ってる人って自分の身だしなみも超1ミリ細かく切ってほしかったりすると思うんですけど、それをクレーマーって言っちゃダメじゃないですか。それを一流の仕事で返すのが一流の美容師だと思ってて、っていういい話になっちゃった。いい話でしょ、ほっこりですね。今日いい話、いい話ですよ、ね、クレーマーとよく喧嘩する健吾君はどうですか？いやいや、クレーム実はもらったことないというか記憶になくて、あれじゃん、クレームを論破しちゃうみたいな論破してる、論破しがち、気がついたら論破しちゃうみたいな。こう見えてなんかちゃんと接客するんですよ。あ、そうなんですねあ、まあ怒られたこともないな。カウンセリングすごい時間かけるって言いましたね。あ、そうです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 、本当にそうですね。カウンセリングめちゃめちゃ時間かけますね、うん、なのでそのそごがあることもないですし、うん、なるほどね。ただ記憶に残ってるみたいな文脈だと、うんうんうん、僕一番ゾッとしたっていうか、まあ、あるあるっちゃあるあるなんですけど、大学生のお客様がいらして、うん、で僕がまあデビュー半年ぐらいで、うんうんうん、これみんなやったことあるかもしれないですけど、前髪切ってくださいって言われて、うん、僕その時セニングとシザーを逆に切っちゃって、あ、それね、でも前髪にもう真っ白になりましたね、自分が。え、それもう本当にセニングだと思って半分でパンって言ったらスパンって落ちたんだ。もうそれはやばいね。これが目の前が真っ白になるっていうことかっていうぐらいの、すっごい衝撃はありましたね。どうなったんですか、その後。いや、もう泣きました。あ、もうお客さんもえってなって、はい、そうだよね、リアルに前髪じゃ前髪、あれマジで、いや、そういうのはありますね。そういうのあります、そういう苦い思いもねありましたね。確かになんかよくあるミスみたいなの結構ね。内田さんはあるんですか？いやいや、ありますよ全然、直近はあんまないですよね。いや、ある、カラーとかね、よくね。あ、あります。カラーのお直し系ってあるんですか？いや、お直し系っていうか、あのアシスタントが、まあ、あのカラー剤の配合間違えちゃう問題みたいな、結構あるじゃないですか。ゾッとするやつ。そう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 、クリア、この間もまさにクリアが何体に対して、クリアが10なんだけど、はい、10% だと思ってクリアがむっちゃ少なくて、塗った瞬間こうブワー入ってくるみたいな。しかもハイトーンとかで、そう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 、あれどうする。そう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 、あ、ちょっとまあ少しシャンプー台でやろうかなとかすぐ流しに行くみたいなね、ありましたけどね。そういう、まあ、セニング事件よりはね、いいんでしょうけど、ね、いや、そうですね、取り返しがつかないですよね、カットは。確かに、まあ、そういうね、お客さんに育てられるみたいなね、まあ、もう本当にそれはありますよね。だから未だにあれですよ、なんかあのシャンプーとかをやっぱめちゃくちゃ厳しい、ね、はい、お客さんいらっしゃるじゃないですか、はいはい、だからまあその人にこう認められたらなんかこう一人前みたいな、ありますよね、人いるよね、はいはい、います、います、絶対。そうそうそう、必ず1年目が必ずその人に使って必ず1回外されてで、またこうトライしてなんかあの子良くなったわねって、そうそうそう、認められるみたいな、ね、いや、あれエモいですよね。そう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 、そういうの本当あるよね。ロンのとこなんてもうポッキャスが来てるからね、
そうですね、いろんなお客様いらっしゃいますね。ね、自分のお客さんもそうだし、僕で言ったらそんなに面白いエピソードないんですけど一発目から飛ばされたんで確かにどう、まあ大きなエピソードないですけど、うん、僕そのさっきの話で僕シャンプーめちゃくちゃアシスタント時代得意で、1年間で、入社して1年間でシャンプー指名のお客さんが延べ1200人以上いたんですよ。で本当に実際超僕うまいと思ってて、で本当に自信があったんですよ、はい、でその、まあ、まさにおっしゃってたようなその大御所なお客様がある日まあ、指名してくださってたんですけど、あんたトニー田中みたいねって言われた。トニー若い人に分かんないからね。いや僕は分かんないトニー田中って何すか。いやもう美容業界 の大御所メイクアップレジェンドみたいな、うん、アーティストですよ。だからその方も結構お年召してたので多分そのお若い時にトニー田中先生もお若い時に、うんうんうん、なんかありがとうございますな、もうよく分かんなかったんですけど、うんそ, うまあ、そんなぐらいですかね。ちょっと面白くさせようとしたんですけど、うん、ちょっと限界ありましたね。いや宮地さんが強すぎました、ね、ちょっともう一個だけあって甘くあるすぐ終わるんですけど、はいはい、カウンセリングの時にこれも結構昔の話なんですけど、はい、大学生ぐらいの高校で新居の学生で、うん、じゃあ今日どうしますかって行くじゃないですか、うん、そしたら後ろ上がりボブにしてくださいって言われて、後ろ上がりボブ、うんはいはいはい、でも前下がりってことね、前下がりボブあ、オッケーっす言い方が、うん、後ろ上がりボブにしますね、うんうん、でもなんか否定しちゃダメじゃないですか、うんうん、基本的にお客さんを、うん、後ろ上がりボブじゃなくてそれって前下がりボブですよって言っちゃダメじゃないですか、うんうん、そっからの頭の転換って結構むずくて、うん、で次来た時に、後ろ下がりボブにしたいって言って、ねうん、で頭の中で前上がりのボブかと思って、うんうんで、なんですかこの話、大丈夫ですかね毎回話した時に頭で使いながら、じゃあ後ろ下がりボブにしてきますねって切っていくっていう。なるほどね、超ハッピーですね、宮地さん。じゃあ宮地さんが喋ると全部面白く聞こえるってすごいいいですね。いいですね、トーク力。宮地さんとか行きたくなりました、本当。皆さん、待ってます。楽しい営業してますよ。でも元気になって帰れそうですね、宮地さんに。でも結構やっぱあれじゃないですか、こう皆さん有名なんで、こう無理難題をこうちょっとはい、言ってくるお客さんもね、結構いるんじゃないですか。だから健吾くんとか結構お直し系っていうかね、お直し系よくやりましたね。かなりロジカル系なんでレスキュー系じゃないですか、はい、そうまさにそれの時期あったの で、ね、これはさすがに無理ゲーだろうみたいな時とかどうしてたんですか。ありましたけど、でもやっぱ無理なものは僕結構無理って言っちゃうので、あ、なるほどね、まあ、それに対して必要なプロセスと期間と全部納得した上でしか進めなかったりはするので、うんうんまあ、カラーなんでまだあれですけど、宿毛矯正の本当に無理ゲー系はどうしようもないと思うんですけど、カラーってさどうにかなったりはするじゃないですか、もうぶっちぎれてない限り。なのである程度直せるなっていう方が多かったですね。なるほどね、はい、宮下がそういうの頑張ってやっちゃうタイプ。そうですね、できる限りやるけど、でも1回目で無理するっていうよりも まあ、いけるんだったらいっちゃいますけど、ロングリタッチとかはそんな難しくない気がするんだけど、ブリーチパーマとかそれこそ宿毛のブリーチで新規のお客様とかだと、うん、履歴が複雑すぎると思わぬことが起きるから、うん、それはもうちょっと見ながらやりますね、うん、もう 10分じゃない、もう5分おきぐらいにチェックして、熱こもったらちょっと危ないなとか、そういうのはスタッフ全員が結構共有できてるんで、うん、そんな事故にはならないような風にしてます。なるほどね、うん、僕本当最近あれですよ、結構多分もう数々のなんか大御所美容師さんがやってきて、で僕のとこ来たみたいな。もう全体の歴が今まで私を誰も満足させられなかったわみたいな。あなたはできるかしらみたいな方いらっしゃって。そうですね、1時間以上かけてカットしましたね。普段はそんなかけないですもんね。まあそうですね、普通に考えたらね、はい、まあ、15分20分ぐらいとかで切ると思うんですけど、やっぱ1時間くらい慎重に切って。内田さんもそういうの緊張感あるんですか。久々に結構汗かいたですね。結果的には喜ばれて、うん、ですけど帰ってこないかもしれないですね。いやなんか、まあ、そればっかりは分かんないです、ね、まあいいわみたいな感じで。あ、そうだったんでまたお待ちしてます、見てたらね。はい。